こんにちは、 TJ です。1月25日、本日も新しいもん好きで56年始まります。最後までお付き合いください。さて、今日はゲストをお呼びしています。紹介する前に、このポッドキャストの新しいもん好きで56年というタイトルについて、お話したいと思います。実はこれは新しいもん好きという言葉と、それから56年というこの2つの、キーワードが入っているんですね。もちろん大前提として、私自身が新しいもん好きで56年間生きてきたということなんですけども、実はこれからこのポッドキャストを続けていく上で、コンテンツの方向性をにも関わっているんですね。つまり、まずは一つ、新しいもん好き、そこにフォーカスするということ、その新しいもん好きを体現しているような人を紹介していくと、それからもう一つは、56年という還暦を、もうあと残り4年で還暦という、そこを控えて、体力や気力が衰えがちなところを、そんなことをもろともせずにですね、感じさせずに活躍している人、先輩なんかを紹介することにフォーカスするという、この2つを、コンテンツの主軸として、これから続けていきたいなと、そういうふうに思って、名付けています。ということでね、まず今回、第4回の新しいもん好きで、56年、最初のゲストなんですけども、これに関しては新しいもん好きに、関してもう突き抜けてる人を、第1回のゲストにお迎えしましたので、その人を紹介したいと思います。この人はね、本当に私なんかよりももっともっと新しいもん好きなんですが、通称山根博士といって、携帯電話研究家兼ライターとして、エンガジェット、それから IT メディアといった、そうそうたるその、メディアですね、そういうところに記事を書かれて、そういう超変態的新しいもん好きの方ですね。でね、まず、本人に語ってもらう前に、私との、慣れ初めというんですか、これなんて言うんだろう、最初の、お付き合いが始まった最初の思い出をちょっと語るとね、もう20年以上前だと思うんですけども、その頃ね、私は、アジアモバイル、亜州モバイル人柱隊っていう、ブログをやってて、そのまた別のところで見てたら、香港でやっぱり、ブログをやってる、そのタイトルがね、パームヤムチャっていう、僕の大好きなパーム、それとヤムチャっていうそのキーワードが入ってる、それをやってる人がいて、この人面白そうだなと思って、でちょっと僕人見知りなんで、うちの若手のスタッフに、このいつもその3人でね、集会をして、その集会の様子をこう、アップしてる、そういう人がいたんで、ぜひ行ってちょっと話聞いてきて、仲良くなってきてって、うちのスタッフに頼んで、で行って、それでそこで仲良くなってもらって、その後実はうちの事務所に来てもらった、それが山根さんとの、山根博士との最初の、スタートだったんですね。その頃ね、山根博士はサイオンっていうね、これまた、オタクなクラムシェルっていうのかな、キーボード、フルキーボードがついたような、HP の 200LX の話をここでよくしますけれども、それに近いような、でもそれよりももっと洒落てるかっこいいやつで、僕はお金がなくて買えなかったんだけど、彼はそれを使って、そのパームヤムチャっていうので、3人ぐらいでいつも記事を書いてて、それから、今やもう20年、のお付き合いという、そんな感じですね。ということで、ちょっと私だけが喋ってもあれなんで、山根さんぜひどうぞ。はい、皆さんこんにちは、香港に住んでいる山根と申します。一応肩書きは携帯電話研究家ということになってますが、携帯電話が好きで日々、うろうろしているという状況でございます。先ほど説明があったように、当時さんと知り合ったのは20年ぐらい前だと思うんですけど、20年いかないか、20年いかないんだっけ、あんまり覚えてない、SARS の時って知ってました、我々。
うん、まだかな。いや知ってたと思うけどね。俺が駐在員の時から知ってたんでしたっけ。いや、ギリギリ駐在員終わった時だと。ああ、なるほど、ね、あのそうそうそう思い出した、あの例のあの GSM 本を出した頃、うん、あれ会社辞めた後かな。そう、まあ、会社辞めた後だと思う、ね。まあ、そんなわけで私はもともと駐在員で香港に来て、98年だったと思うんですけど、返還97年ですよね、うん、でその後に来て、でまあもともとはまあ日本にいた時に小さいスマートフォンじゃないな、小さいパソコンとか好きだったんですけども、まあ、香港に来たら、最初はねそういう電脳街巡りしてたんですけども、だんだん携帯電話にはまってしまって、で駐在3年ぐらいして日本の帰国が見えた頃には、まあ、ブログやってたんですね。そのパームヤムチャっていうブログと、そちらではいわゆる PDA とかスモールパソコンのことをよく書いてたんですけども、もう一つ香港 GSM 携帯研究所だったかな。あったあったあった、そうだね。こちらは、海外っていうか香港で売ってる、まあその頃携帯電話って1年に1機種か2機種出ればいいような時代だったので、1メーカー、携帯電話のカタログを作っていたと。まあなのでどっちどあのガジェットの、ブログ2つやっていて、まあ日本に帰ろうかなっていう話が出たことに、まあ、香港にいると何でしょうね、皆さん自由に働いてるのを見て、まあ、辞めちゃおうかなっていうんで、まあ、辞めてそのまま居残ってしまったという状況ですね。うん、そうか、確かに。それからだからいろんなことでうちの事務所に来て、ガジェット、買ったガジェットこうお互い見せ合うっていう、そんな感じで。だから僕は山根さん知り合った時はもう辞めてたと思うんでね、駐在をね。いや、そうそうそう、懐かしいよね。まあ、一時期はその、ね、当時さんたちの会社が大きいところにやったので、棚を置いてね、そう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 、棚を置いて、あの携帯博物館、携帯博物館 でその後に今度は山根さんが毎日のようにその何か日本に物を送ってるのを見て、あなたもうちょっと執筆活動に集中しなさいって言って、僕が それをマネタイズするってことで、買い物隊っていうね、はいはいはい、オンラインショッピングサイトみたいなのを作って、でその時とにかくね、オンラインショッピングのアプリが出たのを使いたくて、僕は IT というかインターネット関係の仕事をしてたんで、サーバー立てるとかそういうのは得意だったんで、で EC キューブっていうね、日本のそのオンラインショッピングカートのアプリを使ってにわかで立ち上げて、で商品売るって言って売ったらすぐ売れちゃったんだよね、1個で、あやべえっつって、でそれから始めたのが買い物隊だったよね。まあだから香港のね得意性というか、僕はその頃しょっちゅう深セン、うん、あと広州も行って、うん、当時は2000年代の、まあ、2005年かもうちょっと後かな、日本に海外の携帯電話が入り込んだ頃、うん、でそれまでの日本の携帯電話っていうのは、まあ、改造パーツとか出てたけど光らせるとか、ところがノキアとかが日本に入ると普通にその純正のボディとか、あとキーボード、キーパッド、あとはその日本には出てないクレードルとかねが出て、僕が覚えてるのは確かそのクレードルを、まあ、僕のブログで売ってたのかもしれないんだけども、そうそう E61 だっけ、あれ、そうそうそう、うん、で結構ヒーヒー言いながらね、で多分当時さんの会社行って荷造りしてたより、そうそう、ね、それそうだった、机借りてたので、ね、うん、場所もあるしね、うん、で結構ヒーヒー言いながら仕事が終わんないとかやってたら、っていうかその後ですね、僕海外出張取材に行ってたんですよ。で取材に行ってる間に当時さんが勝手に始めてたっていうね実はだからここが面白くて、この当時さんの行動力の速さっていうか、僕はどっちかと慎重なんですよ。あと当時さんはとにかく動きが速いのと、お金に関して非常に何て言うんでしょう、きちんと考えてる。で僕はやっぱりそのまあ甘えて育ったのもあるし、駐在員で香港に来てるからね、そうだね、で駐在員3年4年やって、まあ、ぶっちゃけかなりの金額を貯めたので、
もちろんその後すぐ亡くなっちゃったんだけど、どちらかというとお金のことはあんまり考えないで。そう、やっぱり駐在で来てるっていうのはね、全然僕みたいにその違うと思います。流れて来てる人間とは相当違うよね、心構えっていうか、ね、僕はもう金入らなかったら死ぬっていう環境でね、うん、生きてるから。まあ、僕の事務所は本当に仕事がなかったから、いるだけでね、毎月本当に何十万円ももらいつつそうだ、ね、まあ、アパートもね、今で言えば20万円とかそういうとこだし、駐在手当もあるし、ね、保険もあるしっていうね、まあ、そういう環境の中で、それでも、まあ、それでもやっぱりね、香港に来てさ、そごうとかユニーで日本の食材を買って日本の居酒屋行って家から出ないような人と比べると、まあ、僕はどっちかというと、ね、日本のものは日本で食べた方が美味しいから、ね、むしろ香港の変なもの食べた方が面白いし、なんか積極的に、まあ、街歩きがもともと好きだったので香港あちこち行って、で、まあ、携帯電話が好きになったんで、あちこち行くと中古屋さんがあるからそこで物見てね、でやっぱりこっちがいろいろ調べて知ってると向こうも日本人なのになんでっていう感じで興味持ってくれるかな。そうだね、香港の人は日本の人好きな人多いからね、うん、日本好きっていうか日本人に興味あるしね。だから僕なんかでもそのシャムスイポーとかああいったとこで最初住んでる時、なんで日本人がこんなとこ住んでんだっていう感じでね、興味持たれたしね。まあ、まさしく今ね、僕がそのシャムシューポを住んでるんですけど、おかげさまで主演のおじさんも非常によくしてくれるしね。そうそうそう、日本人にみんな優しいよね。そうそうそう、うん、非常に本当ね、この国は不思議、親日というのとまたちょっと違って、なんだろうね、とにかく日本人にある意味住みやすいっていうか、外国人に住みやすいというのはね。そうね、外国人にとって全然、うん、英語もまあ一時期より通じにくくなったと言いながらも全然問題なくね、会話レベルで通じるし、ね、言葉が通じない文化が違うが香港人は生きていかなきゃならないから、とりあえず買うのか買わないのかとかそう、それで言うと僕が来たね、その93年頃に買うか買わないかっていう意味で言うとね、お店行った時のお店の店員さんの態度の悪さね、それはすごい感じたね。買うの買わないのっていう、買わないって言ったらもう剣もほろろっていうか、早く帰れっていう、で買うってなった途端にお客さんっていうね。まあ、だから今変な話ね、中国の方が、香港もサービスは全然いいけど昔より中国の方が本当にサービス良くなったっていうか、まあお金を持って余裕があると、そうそうそうね、日本もそうだったろうし。いや、ね、95年ぐらいから僕は中国よく行き出したんだけど、その毎週のようにそのトンガンとか深圳に行くようになって、その頃はね本当に中国って愛想がないっていうか、もう物を買おうとしてそこにある見えてるものそれくださいって言ったら名誉って言われるっていうね、わけのわかんない状態だったのが、98年9年ぐらいからもう急速に変わったね。もう今その店員さんのお客さんに対する対応って香港よりいいんじゃないかというぐらい丁寧だよね。いや、下手したら日本よりいいでしょう。日本よりいいっていうのも感じるね、やっぱりそのね、みんなそう、もちろんそういうところはある程度高い、高いって言っても日本に比べて安いけど、でも変わらないかもしれないけど、まあお金持っている人たちが来るし、その文化ってものがちゃんと分かりだしたというかね。なんかね、僕が感じるのは日本ってちょっとね、お客さんに対しておっかなびっくりになっちゃうとこがあるように思うんだよね。例えば我々みたいなのが秋葉原に行ってその何か商品買おうとした時に、店員さんはちょっと腰が引けてるっていうのかな、あ、このちょっとややこしい客だったら嫌だなっていうのをすごくこう我々意識させられてしまう。向こうがそこに書いてある通りだったら動くと思いますよみたいな。でも中国って、あ、じゃあ開けて今実際やってみりゃいいじゃないですかっていう、で使えたら買ってください、使えなかったら別にもうそれでいいですからっていう、そのもうそういうノリだよね。だからもっと店員さんというかそのお店側が客の方にこう一歩踏み込んでくるっていう、それが
アクセプトできる人とか、それそのレベルの会話が、その僕なんて別にその会話全然できないですよ。その向こうはプートン派でこっちは広東語なわけだからできないんだけど、でもまあその一つの分かりきった商品を買うわけだから、それぐらいのコミュニケーションはなんとかこうできるわけで、そうすると向こうの人は本当に親身になってやってくれて、その対応っていうのはむしろ気持ちいいなと思うこと多いね。まあね、製品に求めるその日本人は使いもしない機能までできるのできないのってなっちゃうだろうから、うんうん、だからまあ今深圳行けないけど、うん、ここ数年深圳行ってね、いわゆるフワウェイとかのお店行っても本当にみんな親切だし、うん、ねでこっちは例えばフワウェイなんて特に親切だね。恐ろしいぐらいで、うん、多分フワウェイの直営店は日本のどんな電気屋さんよりも店員さんのレベルも高いし、だから彼らもちゃんと働けばちゃんと給料もらえるってことが分かるのかなっていう。だからそこでね、例えば日本人が来たって言うと喜ぶしね、本当にこういう話はあんましたくないかもしれないけど、中国が反日だとかで話するけど、中国そもそも全ての人が全ての認識を持ってるかっていうのはまた別の話だし、もうそれは国全体としてそっちもあるかもしれないけど、現場レベルで言ったらみんな日本人来たら大体喜ぶし、そうだね、で、いやこれは日本で使えないかもしれないけどいいのっていう、そこで日本で使えるかどうか分かりませんとかそういうことじゃなくて、買うの買わないの要するにあんたの責任だよねっていうのがお互いお客さんと店員さんの間でできてるというか、だから大体そうやってね、中国行ってもうお店行くとさ、店員さんとの会話も相手のレベルに合わせて、うん、やる気がなかったらこちらもうすぐ逃げてくし、食いついてくれば嘘ついて、いや深圳初めて来てさとかさしょっちゅうよ未だにどうしよう他の店でそんな一度ビボってお店のフラッグシップのとこで新製品をもう30分ぐらい写真撮ってたら、なんか2人ぐらい来て、なんなのって感じで、これ気に入ったんですかっていうか、いや日本人で日本から来てビブ初めて見て感動したんだよとかいうね、片言のね中国語で言うと向こうも喜んでくれるから、ね、山田さん俺より中国語できるもんね。まあね、一応駐在員の時に1年勉強したから、ね、まあでもあとはほら携帯屋さんに行ってね、その買う会話は大体あれじゃない、まあ、決まった、そう決まりきったあれだからね、そこでさね、今の日中関係どう思うって言われたら何も言えないけど、言えないって中国で言えないけど、まあ、そんなこと言ってくる人いないよね。いないいないね、うん、だからどうしてもやっぱり言えることは結局もうネットに記事を書いててこういうことを言うのはいけないけど、ネットで分かることってのは少なくてね、自分の書いてる記事はあくまでも一面を伝えるものであって、でだからやっぱりフワウェイの携帯スマートフォン買ったらまずスペックがどうしたらじゃなくて、いいの悪いのっていう、持ちやすいのかとかね、写真が綺麗かどうかだって、まあそういうことばっかりやってるから、まあ多分今も生き残れてるのかなっていうね。そうだね、山根さんの記事はやっぱりね、ちょっと普通の人がその通りっぺんじゃなく、なんかひねりが効いてるっていうか、ちょっとね特定のコメントばっかりっていうかね、ペンだとかキーボードだとかね、まあ、まださっきの買い物の話じゃないけど、本当にね香港はね、その後当時さんと一緒にオリジナルグッズをね、そうなんだよね、山根博士グッズっていうのを何個か作って、名刺入れに SIM カードが入るやつとか、そうあとはまあベストセラーになったスマートフォンが11台入るねポーチね。そうあれは2人でなんか昼晩飯食った時に無印とか行ってカバンとかいろいろ見てて、こうじゃないんだと、その何にでも使えるポケットがありますっていう、こういうカバンを俺たちは求めてないと、むしろそのこれしか入らないっていう、そういう割り切ったもう突き詰めたそのバッグが欲しい、あるいはインナーバッグが欲しいって言ってあれを作ったんだよね。だからいいのは、まあ、こうやって香港が自由に、ね、スマートフォンに3台好きに買えるし、ね、プリペイドSIMも安いし、中古屋さんもあるし、で持ち運びたいと思った時にないんだよね、カバンが。でどんなポーチ見ても、日本でも皆さん見てほしいのは、側面見ると大きいポケットにペン入れがあるわけ。でもペン入れないでしょって、今
で大きいポケット何入れるの、だったらそのペン入れと大きいポケットを2つのスマホポケットにして、でもう1個スマホポケットがあったら3つつくというね。でそういうなんだろう、作った人が本当に使いたくて作ったものっていうのは大手メーカーから出しにくいじゃない。今は違うだろうけど、やっぱりそのそこまで突き詰めてここにこれを入れなさいっていうのを実は多くのお客さんは求めてるんだけど、そこまでやった時にその対象となるマーケットがどん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 小さくなっていくから、そこに向けて例えば無印とかが商品を出せるかっていうと、やっぱりそれはちょっと躊躇すると思うからね。だからこそまあ我々があの頃ああいったものを作って、それがね1000以上売れたからね、あれが、うん、ね、もうそれが在庫なくなっちゃって400ぐらいいったんだけど、ね、そうそうそう3回ぐらい、それももうなくなっちゃって、まだ欲しいって言われるんだけど、本当あとちょっとだね、さすがにもうね、もう今作るんだったらまたちょっと変えなきゃいけないんだけど、変えるために中国行くことも今もうできなくなっちゃったし、そこまでの今我々にもちょっと記憶がなくなって、で今はほらあのピークデザインのあのカバン買うとだからいいカバンができてるからね、ガジェット前よりも、ああいうなんていうの、あのクラウドファンディングっていうの、ああいったことの走りみたいなことが我々できたと思うんだよね、あの頃の、あの頃は。でその後リュックサック作って大失敗しちゃいましたけど、そうそうそう、まあね、全く売れずに、でも60個ぐらい売れたんでしょ確かあれ。いやあれその作った数がはあのそれなりやった400だったっけ、そうそう、であれ100個は学校に持ってたんだっけ、200個、100個ぐらいだったね、で一応日本にあの僕に帰るたんびに持ってって、それで結構でももうね、まあ一応原価償却していただいたので1000円とかで出して、まあそれでも5、60個ぐらいは売ったけど、まだ残ってるんで、残ってる残ってる、一生懸命売ろうとしてますけど、ね、まあでもそうやってね、香港に来て面白かったのは、まあそうやって当時さんのドス V の時代もあれ輸入品なの、それともあの時代は香港でパソコンが作られてたわけ。いや違う、あの頃はね、だから俺がその香港に来た時っていうのは92年頃だったのね。その時はまだ住んでなくて、で日本ではまあパソコン好きだったんだけど、その時にあの昔はほら98とかさしか日本語の扱えるパソコンってなかったんだけど、その時に IBM が DOSV っていうソフトウェア、フロッピーディスク5枚ぐらいだったと思うんだけど、それをあの海外で売られてるいわゆる AT 互換機っていうか、その IBM 互換機にあのそのフロッピーを5枚セット入れると、それが日本語がハンドリングできるようになったのね。で日本語の2バイトが乗るようになって、で日本語の FEP が入るようになってっていう、そういうそれをまあ IBM がその頃それのことを DOSV って言ってたんだけど、それをそのDOSV のソフトを出してくれたおかげで海外で安く売られてる、しかも最新の、あの互換機 IBM 互換機が日本に輸入して、そこで日本語を使えるってことになったってことで、日本の人がたくさん海外から互換機を買うような、そういうことが遊びとしてできるようになったのが92年だったと思うのね。でそれで俺はその最初はその輸入するってことを考えたんだけど、あのその頃その日経トレンディだとか朝日パソコンだとかザーベーシックっていう日本のパソコン雑誌を読んでたら、香港のここへ行くと買えるっていうのを書いてあったから、で、香港来てシャブスイ、俺にとっての香港はだからあのシャブスイポーであってセントラルじゃないからで香港のシャブスイポー行ってお店に行って、もうあの本当に日本語、日本英語下手くそな英語で、お店の人にこういうスペックで、スペック言えば作ってくれるから、スペック言って作ってもらって、それを持って帰って、で友達にあの売るとその滞在費と旅費ぐらい出るぐらいだったんでね。で日本でまだその、 あの486とかがなかったんだよね、その386の時代でもこっちはもう486だったから、で、まあ、その辺で Windows がまだ日本には Windows じゃない時代でね、
でそういうのを作って持って帰ってで友達に売ってっていうことをやってるうちにだんだん俺は方向にはまって、でしかもその時にザ・ベーシック読んでてこういう人と会いたいなと思ってたのがバスターさんだから。そう、それで書いてたの。そうバスターさんはその時にだから92年頃のザ・ベーシックっていうに雑誌に連載を持ってたわけ。知らなかったで俺はその連載を読んでて、でああこういう人と香港行ったら会えるのかもしれないなと思って、でこっちへ来て、でこっちに馴染んでいった頃に居酒屋行ったらその隣に座ったのがボビーさんで、でボビーさんに「いやザ・ベーシックっていうの読んでまして」って「ああそれうちの社長だよ」って言われて、なるほどなるほどなるほど、で一回じゃあ会わせてくださいって言って事務所を訪問して、母国のね事務所行って、でもうそこで俺はもう働きたくなって働かせてほしいってお願いして、猛反対されたわけ最初バスターさんに、やめとけと、そんな無謀なことするのは。でもまあ俺は働きたいって言って働かせてもらうようになって、まあだから そこで拾ってもらって、そっから早28年、そんな感じだよね。その時の時代のパソコンって台湾かな、やっぱり。だからいやいやもうマザーボは台湾のマザーボード、うん、それから香港中国、その3つであって、で香港でもマザーボードって作ってたりしたんだよね。そういうメーカーがあったんだよね、 ABC コンピューターって我々、でそういうのを香港経由で世界にマーケティングしてたっていう、そういう感じだったの。だから台湾ブランド、タツーンとかね、いろんなそういう AST とか、まあ、そういったブランドがいっぱいあって、まあ、台湾が一番メジャーだよね。それから中国もあって香港もあってって、そんな感じだったと思うよね。まあだからね、税金かかんないからね。そうそうそう、だからもう、うん、香港の方が台湾よりも安かったんだよね、うん、その頃逆にね、うん、だからやっぱりここはほら、まあ昔のデザインにしても今は PC じゃなくてねスマートフォンだけど、うん、ね世界中のものは集まる。そうだね、ね、それこそ山根さんの記事にいつも出てくる先達広場、あそこなんてもうまさにそのまあ、ドス V っていうかコンピューターの そういった互換機を作るっていうところがちょっとブームが終わって、うん、その後、ね、スマホになって、まあ、携帯になりスマホになっていくわけだけど、それで脚光を浴びるのが今度先達だったよね、うん、昔はそのウォンカムっていうかゴールデンショッピングセンターっていうシャムスイポーだったんだけど、その後だから門国の先達になって、ね、うまいことなんか移っていったよね、うん、で、まあ、中国がね金持ちになったから、そう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  iPhone が出てきて、だから多分先達も iPhone が出てきて転売、中国発売が遅れたり、うん、高かったりっていう時代はね、そうそうそう、もうみんな来て買っていくっていうね。そう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 、そうだったね。とにかくねバスターさんが iPhone4 だったか5だったか忘れたけど2万5千ドルくらいで買った記憶があるんだよねマジにいや、なんだろう、多分また、まあ、その時は香港も遅かったのか、多分輸入品だよね。そうそうそう、香港もその最初遅かったよね、遅かったよ香港もね、うん、だからその兄ちゃんの店とかね、そうそうそう、あそこがもう真っ先に仕入れて、うん、いくら持ってんだろうね、1000万どころじゃないよね。いやだから今ねこの間、うん、その年末に俺Mac mini っていうのと、MacBook Air2台 M1 っていうのを買ったんだけど、香港のその価格コムみたいなプライス .com.hk っていうとこ行って、で、オンラインストアのアップルの純正のオンラインストアには商品がなくて、であと香港のマーケットにどんだけあるかと思って見たら先達なんだよね、上からもう上位が、でしかも安い。で先達行った時にびっくりしたのはその、香港の、アップルストアでも置いてない、でオンラインストアもデリバリーが数週間後っていう、そういう中で先達広場のそのグランドフロアのあたりにもう山積みされてんだよね MacBook Air が。それは何、オーダーしたやつなの、それとも、いやもう他の国、多分、うん、いやいや全部その香港本邦っていう業界って引っ張ってきてるの。だからそれなんでかっていうと昔もあったんだけど、その香港のリテールストアが香港でその代理店やろうと思ったらクォーターで
この何月までに何台売れっていう割り当てがあるでしょ、はいはいはい、でそれのノルマか、そのノルマを、まあ、当然こなせないよりはこなせなくって、そのアップル そのリテールのライセンスを取り上げられるよりは多分その先にどっかに流しちゃって、で、まあ、利益ほぼないぐらいの、まあ、それは分かんないけどね、利益薄くしてそういったところに流して、まあ、彼ら現金持ってるから、その先達のお店っていうのは現金商売でやってるからね、現金で一括で買い取って、でお店側はそのとにかく自分 そのノルマの何パーセントかをそれで消費して、あと自分のところで売ってってやれば、そのノルマが相当楽になると、まあ、そういうことだろうと思うんだね、予想すると、ね、iPhone もね、 iPhone 昔ほどじゃないと思うんだけど、その先達広場に行くと、あの箱にシールがあってさ、キャリア あのパッと見たら分かんないけど、これハチソン CSL っていうのは大体あの見たら分かるんだけど、あれ見た時にやっぱりもう昔ノルマ厳しかったから、多分そうやって流してるというね。だからこうやって物が流れやすいのが、だからこの辺りはさ、日本にはないっていうか、そうだね、香港のね、日本でだからその例えばね、海外のスマートフォン買うっていうと、例えば海外のスマートフォン買ったら箱が開けられてたって怒る人がいるわけ。そうだね、まずさ、その輸入元ってさ、正規代理店なのですかっていうさ、まあ、その日本の人が言う気持ちも分かるし、うん、俺もそのね、昔日本にいた時のセンスのままであればそういうこと思うだろうけどね、そうそう、ちゃんとしたね、うんうん、正規の保証のついたね、うん、メーカーの代理店から買ったのが、まだしも輸入ショップから買ってんだからね、分かんないでしょう。輸入ショップとしても中身確認したいからね、うん、そうじゃないと不安、あの送った時に物が入ってませんでしたとかね、なっちゃう可能性もあるね。香港はね、ほら iPhone この前開封させられたっていうことあったけど、基本的にほらどこで買っても箱開けろと。そうだね、今はそうなっちゃったね、うん、今もう iPhone あの開封なしで買える iPhone って唯一オンラインストアじゃない、アップルの、うん、で他のメーカーにしてもとにかく箱開けで動作チェックしましたってね、レシートにチェックしたいと、結局もうこんだけいろんな国の人がいるからさ、ね、悪いことするやつはいくらでもいるから、そうだね、だから台湾行ってスマホ買った時にさ、開けないのよ。と思って。それって日本的文化だね。そうそう、うん、なんかあったらどうするんですか。あとで持ってきたら交換するわよって言われて。そうそうそう、秋葉原でザウルス買った時にすごくそのなんか嫌なことを、嫌な目で見られたね、店員さんに。そのもう明日帰るから、開けたい、ここで開けさせて電源入れさせてもらえませんかって言ったら、ええー、っていう感じ。なるほどね、そんなことやっぱしないんだよね。うん、だからもうこの辺りは本当に文化の違いなんだけど、どっちがいい悪いっていうかより、まあだからいろんなものが入ってきてるからね、みんなリテラシーも高くなるし、そういう情報も流れるというか、うん、だからそういう、まあとにかくそういう点で携帯電話好きになって、スマートフォン好きになってなる素材、土壌があるというかね。そうだね、まあ、それで山根さんはハマってしまって仕事も辞め、こっちへ残って、まあ言っていいか悪いか、1000万円貯まったわけですよね、うん、4年間駐在、うん、で1ヶ月1年250万円でしょ、ところで1ヶ月でも20万円、うん、で貯まるでしょ、変な話、駐在員だったらそうだよね、うん、駐在員手当で10万円はなかったような気がするけど、あとなんだろう、使わないんだよさ、あ、要するに飲みは行かない。そうだね、俺も山根さんも飲まないからね。さ、韓国スナックとか行ったら、まあ、会社の金でも行けたりするけどさ、自分でも行くじゃない、で一回やっぱりすごいね、2、3万円取られるからね、一人で、ね、でしょ、で毎日居酒屋行ってなんて言ったら、香港いいのは何でも食べれるけど、お金さえ出したら何でも食べれるって ね、 そうだね、これ一度昔インド研修行った時、駐在の時にインドいいですねって言ったら、駐在の人たちがそうですかって言ってなんかね、2ヶ月に1回シンガポールに買い出しに行くんだって。ああ、それが唯一の楽しみ、わかる。それ昔その20年ぐらい前に友達が香港からベトナムに赴任してハノイにいて、ホーチミンだったらもっと楽しかったと思うんだけど、その頃のハノイってすごく苦しくて、ね、で香港に来て、で肉買っていくんだよ、
クーラーボックス持ってでこっそりと持って帰って焼肉をするっていうのが唯一の楽しみだって言ってたの思いますね。僕のいた会社 の甲州の駐在員は甲州東駅の目の前のアパートなわけ、うん、で会社もあれなんだけど何かあった時にすぐに香港に来れるっていうね、うん、それからするとね本当にいいとこだよね。そうしかも今や香港 その天国ぶりね、あのスシローができ昔来た頃は俺が来たね28年前は93年頃っていうのは吉野家が数店舗あったんだよね、うん、だったのが今やもうスシローはあってすき家はあってドン・キホーテだよ。ドン・キホーテは今何店舗1年でもう5店舗ぐらい増えてるじゃん。どうすんの、売れなかったすごいよね、うん、でいいよね、あのシティスーパーよりもドン・キホーテの方が今なんかいいんじゃないかと思うぐらい。いやまたさ香港人買うわ買うわ、そうそう金あるな。いや昔ねそのよく覚えてるのはあのほらリンゴにさ寿とか書いて、うん、あのリンゴ、はいはい、あのリンゴが1万円とかでそのシティスーパーにあってこんなもん誰が買うんだと思ってたらその来たなんかあの派手なあの奥様がさあこれ見て安いわよっつって買っていったの見てあ香港人って本当金持ちだなとまあねだから貧乏な人もいるけど、うん、あのなんだろうねお金を稼ぐつてはいくらでもあってその買い物帯に戻れば僕会社辞めた時にさまず副業でね変な話中国からお茶買って日本に送ったらそれでも月に3万円片手までなんじゃないのっていう。だって郵便局行ったらさまあ日本も今そうだけどねあの頃から箱は売ってるプチプチは売ってるテープは売ってるね手ぶらで郵便局行ってさ全部できたね、うん、これ入れる箱くださいって言ってさで EMS 送ってっていうね。だそういう点ではこの国って本当にさあのお金、うん、お金稼がないと生きていけないんだけど お金稼ぐ術はいくらでもありますよ。そうだね、やっぱりそれと消費税もないし、そう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 、うん、だから僕が唯一あの署名したのって十何年前の消費税導入2回目の時かな、うん、初めて俺自分の名前と ID カード ID カード番号書いたのね。あ、そう？だってこの国に消費税が入ったらさ、うん、携帯電話入ってこなくなっちゃうじゃんと思ってその時そうだねマジにいつかもしかしたら消費税が来るかもしれないね、うん、もう近いうちにね、まあ、今のところはまだ消費税ないから、うん、いやでも本当にまあ、ね、このラジオを聞いてる方はもう例えば iPhone 買って満足しちゃってるかもしれないんですけど、いや別にその今使ってる、ね、ものがいい悪いじゃなくてこんなに新しいものが出てきてるし、うん、触れる機会があるからこの国だとね、で触ると楽しいし、そう、それはね、その、うん、iPhone を使ってる悲劇でもあるんだよね、うん、iPhone っていいから使いやすいし、まあ、本当にそうすると1年に1回の、うん、まあ、買い替えサイクルあるいは2年に1回の買い替えサイクルで十分って思っちゃうと新しいものに触れられないわけね。俺なんてまさにそうじゃん、その iPhone 使ってもう iPhone じゃない方に行ったけど結局また今 Apple の そのエコシステムの中に完全に閉じ込められてしまったけど、やっぱり違うものを使える Android を使ってる限りは毎日のように新しい Android 出るからね。今だから毎月ね、あの携帯ウォッチってところに中国の 5G スマートフォン の先月発売された記事を書いてるんですけども、だいたい毎月10機種で12月分がこんな1月下旬でまだ終わってないんですけど、先月20機種出てるわけですよ。すごいねでほとんどは大したものないけど 2,3 機種はやっぱり面白いわけね。上が光るとか、ビボが出したやつはジンバルがカメラ2つ乗ったりとかね、あのスマホのサイズで、で去年のベスト携帯って何なの、山田さん的。去年はね、いろいろありますけども、まあ、あのサムスンの折りたたみにね、日本でも出た横開きのやつが、うん、あの初代が出来が悪すぎたんで、あくまで初代はまあ出来が悪いというかいろいろと
出るときに苦労したね、海の苦しみがあったよね、あの回収とかね。まあどっちかというとね、あれは YouTuber にいじめられたって言ったら変なんだけど、うそういうところもあるね、確かに。でも逆に言うと隙がある状態で出しちゃ う, っていう、ね、そうだね。あれはでもやっぱりマーケットにそのまま大量に出たら同じことをやっちゃった人もやっぱりいるだろうね。 それを考えたらまあ良かったんだけど、結果としてはね、ただやっぱりまだまだサムソンってそのあたり、あのやり方が下手すぎるっていう、見ててね、そういうやるならば本当に、まあ、アメリカの主体でやってるのか良くないと思うんだけど、ね、ポンと送ってあと自由にっていうね、だからみんな壊し喜んで壊すわけですよ、ね、やっぱりその僕はどっちかというとほとんど買ってるから、買ってるのが偉いっていうんじゃなくて、買ったら壊せないもん ね, そうだね、やっぱり自分で買ってるとね、丁寧になるよね、うん、やっぱりちょっとむしろで買ったらいいとこ見ないとっていうね、こんな大昔ね、ノキアの N80 って買ったんですよ、当時7万円ぐらいで、ね、1週間で使わなくなったのね。あ、なんで？あまりにも中途半端で。N80？ 、うん、スライドするね、丸っこいちっちゃい端末なんだけど、あ、はいはいはい、当時から僕はほら常に 4,5 台持ってたから、あ、これ何なのっていう感じで、あ、 黒くて真っ黒でスライドするやつ、ね、うん、あったね、ちっちゃすぎてね、まあ、あの頃ちょっと混乱しちゃったよね、もうサムソンが、あのノキアがね、あ、ノキアがね、出せば売れる時代だったんで、うん、で買っちゃったんだけど、もうね、まあまあ、だから去年はその横折り式の方が良かったかなと思いつつも、でもね、全体的に言えるのはこれが良かったっていうより、うん、iPhone もほら含めてなんだけど、製品の仕上げが良くなったっていう、いわゆる裏面に指紋がつかなくなりだしたっていうか、そうね、今最近のその進んでる方向だね、そうそう、裏面に指紋つかないっていうので、まあちょっと今お見せできないのが残念なんですけども、うん、ちょうどね、今回スナップドラゴン480っていうクアルコムのね、うん、5G の一番安いチップセットを積んだ端末、ビボが出したんですよ。でちょっともうこれ見れないです、まあ、指紋は多少つくんだけど、このレインボーの度合いってすごくないですか。すごいね、やりすぎでしょ。ちょっとやりすぎだね。でもこれ見ると、これ Y シリーズってやっぱり20代前後のユーザーをターゲットにしてるんですよ。やっぱり買ってサムの思想にしても iPhone にしても地味なんですよね、変な話。それが好きな人もいるけど、昔のあのノキアのバナナ携帯も色変わったけどね。ああ、はいはい、だこういうなんて言うんだろうね、そういう遊びだよね。そう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 、だから機能の方はまあ当然もうどれも同じになってるんだけど、ものとして楽しめるかなって、だから IT 製品よりなんかそういうライフスタイル製品になっていく様が見えてるかなっていうね。でこれもまあね、でやっぱりこういう新しいものでも、今スマホも安いので、下の方は2万円とか3万円で買えるから、まあハイエンドはね、もうみんな買う人とか有名な人々にほとんど任せるっていうか、むしろこういうマイナーなものを追いかけて、ハイエンドだってほらお店で触れるし、 iPhone だって欲しいんだけど、海外行くにはね、一番 5G のそうね、つかみはいいだろうからね。そうそうそう、だけどまあとりあえず当時は持ってるから触らせてもらえるしっていうね。だから何でもやろうって言っても絶対無理だからね、自分が何をやるかっていう、まあ、そうだね、ライターとしての色っていうか、そういうのもあるしね。そうそう、どこで生きていくかっていうのを考えて、一回ね、僕もYouTube ライブやってて、いや、やっぱりね、メジャーメーカーの新製品買うようにして、マイナーなの買わない方がいいかなって言ったら、多くの人が、いや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 って。あんたが買わないと誰が買うのって。そう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 、その変なの買ってくださいっていうね。当時の話ですけど、コンカっていうね、ノキアみたいな名前のメーカーの家電メーカーですけど、ね、中国行ってた90年代後半、もうあそこ、イミグレのさ、テレビね、テレビがコンカだったんだ。コンカだね、うん、新鮮だしね、コンカね。そう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 、あのノキアの英語 の, あのロゴが同じなんだよ、あのブルーの、そうそうそう、全く同じロゴで、コンカっていう、ね、書体がね、書体が一緒なんで、コンカ、ノキア、すごい似てる。そう、そのコンカが 5G のスマートフォン出したって先週知って、もうこれ買うしかないでしょっていう感じでなんで買う必要あるのって言ったら、だってなくなっちゃう。いや、その俺は絶対買わないけど見たいよ、うん、あのコンカが出してるっていう、まだ潰れてなかったんだっていうね。だからテレビはね、大丈夫だけど、スマホはまさかねって。
まあまあだから本当にそうやって今ね、中国言えないけど、まあそこはうまくできたもんでね、代行業者もすごい増えてるし。いや最近この間ね、山根さんに代行業者 buy&ship.today っていうところを教えてもらって、それから中国タオバオで買うのがはかどってますよ。日本の方も海外、まあその中国の代行ってね、うん、今まであったのはその業者がに会員になってその業者経由でオーダーすると。だからもし届かない場合我々業者に文句言ったりで、業者がお客さんセラーに言うから大変だったわけで、バイアンドシップっていうのは単純に我々が直接タオバオとか JD.com で注文して送り先をその業者の、まあ、倉庫とか事務所にすると、まあ、だから自分の支所箱をその、buy&ship.today っていうところに作ってくれるってことだよね。でタオバオの何か、ショップで何かを買って、そこが国際シッピングをしてくれないときにはその、buy&ship の支所箱に当てて出荷すると。そうするとそこが荷受けして、そう彼らはただ転送してくれるっていう、ね、でこれ日本でもかなりの人が使ってるので、うん、日本もあるもんね、千葉とかって書いてあるね。そうそう、あれはだからどっちかというとむしろ日本のものを我々が買うときね。ああ、あれはそっちだな。そう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 。あ、そうか、楽天だとかそういったところで、ね、だから結構その中国のものを買いたい人は、うん、ワイアンドシップ使うと日本に届けてくれるので、うん、まあね、中国語のサイトが難しいって人はそもそももう慣れるしかないので。いやあれね、でも今ブラウザーで日本語に翻訳って言ったら大体わかるよ。そうかどうか、うん、まあでも最終的には本当にもう僕だって韓国のショッピングサイト泣きながら韓国語で見てさ泣かなくてもいい、うん、でも日本語にしたら負けかなと思って。いやいや一緒いや、負けって思う気持ち半分あるけど、半分はそのこのままどっかに消えてしまったら怖いから、いや、やっぱ俺は日本語に翻訳してやってるよ。ゲレクシーケースとか一緒に読んでさ、そうそう、でも慣れると楽なので、うん、まあそこですよね。だからその僕本当に香港来てユニーの上のアパート住んでね、アパート、まあ、日本で言ったマンション、ね、対空心、対空心、うん、いいね、羨ましいよ、うん、俺がシャム水泡でもがき苦しんでる時にそんないい生活してたんだ ね家賃確か1万4000円かだもんね、うん、でその時に冬だったのでユニーに行ってオイルヒーター買ったんですよ、うん、そしたらさドイツ語なわけこれ、この国どうなってんだろうと思ったその時に。そういうのあるよね、本当。そのどこ品かわからないのが売られてるよね、うん、でも香港人はさユニーの人何も言わないし何も書いてない、まあ、中国語では書いてあるよ、広東語ではドイツのって。でもさ日本の感覚だったら普通英語か中国語の説明書が入ってるのにつけるよ、ね、ドイツ語でしょ。いやつけてないものは売らないよね、うん、だからその時に思った、もう香港に来て数日で思ったのは、あこの国ってもう外国のこととかもう分かんなきゃ分かんないぐらいで何かするんだなっていう、その文句言うんじゃないっていうか。だからそれはまさしくほらスマートフォンがね、携帯電話がガンガン輸入されてくるじゃない。でそれほら日本にボーダフォンができた時にバカな売り方したから、エリクソンとかモトローラとかソニエリかな、ノキアの端末がさほらタダで配って全部さ契約して解約されてさ香港に箱で流れてくるわけですよ。ああなるほど、もうそれを千田広場行って毎日見てたから、今のiPhone の山積みが当時はノキアだったわけですよ。なるほどね。で店員さんもさ別にさ箱を上げて日本のマニュアルとかってもうホイッとしてたりして、で端末のメニューが日本語だろうがなんかひょいひょいひょいって別に英語を変えちゃうわけでしょ、ね、言語変えればいいもんね、最低でも英語にはなるしね、うん、別にだからとかさ思わないっていう、なんかそういう自由な環境があるから物も入ってくるし、うん、そうだね、その、ボトムにそれがあるよね、どこの国のもんでも別にそれは香港品じゃない、そうすると少し値段安くすればそれはそれで買ってくれる層っていうのはいっぱいいるんだっていうね、うん、昔あれだ屋台を出す本って香港に売っててさ、うん、中国語だったけど面白い、コーラの値段が出ててさ雑誌だったかな、ドバイのがいくら
とか、要するに本法香港品と香港品のコーラってこと、中国品とでドバイのが一番安いって書いてあって、確かに俺見たことあるよ、そのコーラでも、うん、その裏のあの小さい字がこれドバイの、今減ったけどね、香港品じゃないよなってのあるよね、中東のは一時期あったよね、あったあった、で実際ドバイ行くとめちゃくちゃ安いからさ、うん、それを輸入してるんだ、そう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 、まあだから本当にそういう楽しさだよね、そういうね、で未だに山根さんはあの家の周りのその泥棒市場みたいなとこ行って商品を見てるわけだよね、そうそうそう、あの毎日のようにね、でこの前もあのねインドの小学校に配られたというあのどっかの州の政府が、うん、あのやってるっていう、その何万台か何十万十何万台かなんか配ったっていうのがね流れてきてて、非常にレアなぐらいにその大臣のに似顔絵が書いてあるっていう、それ買おうと思っても買えない、だから僕アマゾンが実はあんまり好きじゃなくて、もともと東京住んでて文京区だったんで、あの神田のね本屋街が近いから、週末になると本屋さん行ってもう本いろんな本を見るわけ、でもアマゾンって自分の興味あるところからしか出れないから、だからやっぱりそういうとこからするとそういう露店に行くと何かがいつかたまにあるっていうね。まあそうだね。あそこを山根さんに教えてもらって俺もたまに行くけど、まあ面白いよね。そうそう。本当に何が出てくるか分かんないしね。本当にたまに で先週がシャオミ祭りだったんですよ。シャオミのライトとか、電球ね、うん。もう大量。いやこの間買った電球がどっか行っちゃってさ。うちのありようかじゃあ。いやあれでも電球だけでも使えるの？あれ使えるやつだったね。僕のはなんかアレクサがないと Google じゃないとダメだったみたいだけど。あ、そう、うん。まあまあとにかくそうやってそういうね、なんかどっかしら出てきたものが流れてきて、まああれは本当に泥棒品はどっちかというとね、うん、あのゴミみたいなもんだけど、新品が置いてあるのはまあやっぱり倒産品系だよね。そうだね。倒産品とかだろうね。あのシャオミ祭りは半日で全部なくなったから、僕もあのいわゆる手を差し出すとあのセッティングが出るやつが定価がね120ぐらいで2000弱で、そこで50だから700円ぐらい、あれがさ30台ぐらいあったのが2時間後行ったらもうなかったけど、失敗したなと思って、それ買っとくべきだねっていうのができるのが香港のなんだろうね、だからね、その日本で転売が問題になるのは、転売で買える人たちがあの一定層に集まってしまったり、うん、あと買うときにほら中国人が横入りしてみたいな、転売を想定して物を売ってないじゃない。で香港のアップルストアなんてすごかったじゃない昔は。すごかったね。僕3年ぐらい徹夜したけどさ、鉄の柵でさ区切られるわけ行列が。でそっから出たらもうダメなの。あそこから出たらもう一回並び直してくださいみたいな、うん、だからトイレとか済ますとかにならないの。あのニューヨークのタイムズスクエアの初日、あれカウントダウンもそうなんだってね。あ、そうだ。みんなおむつしてくんだって。マジで、うん、出たらもう出たらもう、でもまず入れないからね。だからそういう本当にさ厳しいことやってるから、不正が起きないようにしてるから、だからみんな香港人お金出してさ買ってきてとかやるわけじゃない、めんどくさいからさ。そりゃそうだよ。日本だとなんかそれがね、前に一人しかいなかったところにいきなり10人来るとかさ、まあ、そういうのを想定しとかなきゃっていうかさ、で別に転売がうんぬんっていうんじゃなくてね、あのだってこの話すると長くなっちゃうと、 YouTube 見てて日本帰るとさ、あの YouTube で僕は広告プレミアムじゃないか見てるけど、ダイエットだとかさ整形だとかそんなばっかりなのに、ここだとさ、あの安く売って高く買う、あ安く買って高く売るとかさ、知らない、そんなのばっかりよ CM、うん、CM、 俺もうそのプレミアムだけ なんかなってるから、うん、CM 全然見ないから、めちゃくちゃ面白い、お金の話ばっかり、あとキャーっつってみんな通帳見て、うん、お金が増えた、ダイエットのダの字もないそんなもんあ、日本はそのダイエットが多いだね。だってさ、まあそうだよね、こんなに化学調味料多いチャーチャン店で食ってようがさ、うん、やっぱりお茶飲んでスープ飲んでると、まあ香港の人太ってる人少ないからね。やっぱりあのスープだと思うんだよ。そう、うちもさもう毎日スープ飲まされるんだ
一昨日もね行ったらいらないって言ってもはいはいスーパーありますねっていうお手伝いさんに言われてそううちそうあのえ土曜日かうちの家で山根さんがあの我があのうちの家族と一緒に飯を食ったんだよね、うん、いやあれは楽しかったね楽しい時間をなんかうちの奥さんが誕生日だったってこともあってあの息子も友達連れてきてで一緒に飯食ったらあのうちの家で必ずスープ飲むんだけど山根さんにもスープがどんどん出てきてもっと飲めもっと飲めってねまあでも僕はあのスープ文化は本当に香港のいいとこだと思って、うんね、どんなとこ行っても必ずあるでしょそうだ、ね、で冷たい水飲まないじゃない冷たい、ね、レモンティーとか飲むのに基本的に出てくる水っていうかみんなお湯を頼むじゃない白湯っていうかねそう白湯だよねだからやっぱり体冷やさないでだってほら今平均寿命の世界一でしょそうもちろん医療が進んでるっていうのもあるけどやっぱり香港の食生活ってダメなもん食べてもちゃんと出してるようなねそうあの何解毒町にさお茶スポットっていうかその、はいはいはい、あんなのがいまだにあってんみんな飲んでるもんねであの風邪ひいたら野生銘茶とかさああいうのがあってそれからクワイリンコっていうあの亀ゼリー亀ゼリーねっていうのがあの街角にほぼあってでそこ行って若い子でもちょっと体調悪いなとかあのなんか体が、なんかちょっと重いなと思ったらそのなんか飲んでるもんねだからそういう漢方がね生活に溶け込んでるよね取り込んでるというか、うん、だから今ねほら海外移住する人多いんですけど香港以外ってまあ韓国はまだ奥さんがいたり僕の奥さん韓国人なんですけどまあ日本医療のレベルは日本ほどじゃないにしても悪くはないと思ってるんですけど香港以外例えばタイとかマレーシアに年取ってから行く人を聞くとまあもちろん彼らお金があればいいとか受けれるんだろうけどそうそう香港まあね街中のクリニックは本当に大したとこないけど何かあった時にそうだね僕手術2回香港でしてるわけですよでもまあその時にね死んでも文句言わないあの保険あの何にもあの訴えませんよってサインさせられるんだけどちょっとドキドキするんだけどそう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 、ね、もうしょうがねえわってだってねいやそれしゃあないよね、うん、そのいやいやいやだけどそういう点では本当にいや香港はやっぱりその医療が充実してるよね、うん、でそのあの香港びっくりするんだけど日本も医療っていうのはすごく進んでると思うけど香港は基本的にその国立っていうかその公立病院は基本的にタダなんですよねで、タダで、診療できるとで、ほとんどのことはタダでできてただ、実際にかかった例えば、包帯の費用とかなんか湿布とかその実費は払わなきゃいけないんだけど医療にかかるドクターのフィーとしては基本的にはタダでいけるとただしすごい並ばなきゃいけないしあの血がダラダラ出てるときはもちろんすぐ見てくれるんだけど風邪ひいたなんてね、うん、風邪ひいたっていう半年後来いだよね多分ね本当朝から並んで夕方に受診できるかっていうそういう状況ではあるんだけどだからみんなあのもちろんプライベートっていうかその私立のクリニックとか病院に行くんだけど公立の病院に行く限りは基本タダで見てもらえると昔ね一回さ俺あのすごい腹痛になってもうこれ耐えられないと思ってであの奥さんにちょっと救急車呼んでほしいって言ってで救急車を呼んでもらってその救急車が家のに来てで部屋まで入ってきてで担架に乗って俺は救急車に乗せられてでその救急車がのその隊員の人がまずうちの奥さんに、公立の病院に行きますか、うん、それとも私立病院行きますか、うん、って聞かれて、え、なんか違いますかって言ったら公立病院に行くとこの救急車代は無料ですよ、うん、で私立病院に行くと150ドルだったかなだから2000円くらいあのこの、救急車代としても費用払わなきゃいけないですよ後で請求されますよどっちがいいですかって言ったら奥さんが、公立病院にお願いしますってで公立病院行ったら先生が一瞬見て放置だよで夜中だ11時か12時夜のね11時か12時にその病院に入ったんだけどそれから廊下に放置されてでだん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 全然平気になってくるんだよねそうなると重症じゃなくて朝のいや一瞬 お医者さん見たから
で、大丈夫だって思った瞬間にも放置されて、朝の5時か6時にようやく先生が見てくれて、その頃にはもうケロッとしてたから、でもうそのまま何か、一応薬かなんかもらって帰ったんだけど、それだけではね、本当ほんの数十ドルとかそんなもんだったと思うんだけど、それで終わったっていうのが香港で唯一のその公立病院経験なんだけど、いや僕はほら駐在員だったからね、私立病院しか行ってなかったから。駐在員の人はね、もう私立病院、クソ高い私立病院行くんだよ。しかもアドベンティストってね、有名なところは日本語の通訳さんがそうでいるんだよね。あれが通訳するだけで 4,5,000 円かかるんだよね。でも行ってた頃も使えなかったけどね、なんかあんまり大し、まあ僕らね技術者だからね、貿易系の人たちより英語できるできない人もそんなできない人もそんなにね、まあただチクチクとかさね、あれがあの表現ないから、うん、ただそのアドベンティストはやっぱり日本人慣れしてるのでチクチクとか言わないけど、なんかそういう先生の方が痛みの感覚の表現あるんだ、うん、こういう感じなのっていうね。だから今でもで香港はほらまずとにかくまあ薬局がねどこにでもあるし、コンビニでも売ってるし、でその漢方薬屋さんがあるじゃない、街中でちょっと喉が渇いた時痛い時とか ね。で次がクリニックがあるじゃない、うん、まあやぶ医者も多いけどさ、だってクリニック行ったらさ大体で何日分の休暇書けばいいのでしょそうそうそう、香港って何日休んでもいいんだよね。そうそうそう、シックリーブっていう制度があって、うん、そのペイリーブ有給休暇っていうのが日本と同じように、年間でまあ10日とかね、勤続年数によるんだけど10日とかもらえて、でそれとは別にシックリーブって言って、病院の先生がこの人は何日間か休まなきゃいけないっていう診断書を書いてくれたら、有給休暇とは別にまた休んでも、あれ何日休んでもいいんでしょ。いや制限はある、さすがに制限はある、うん、でもやっぱりさ、じゃあって言ってずる休みするとまあね、うん、成果出ないとクビになるから、そこは当然、ね、まあ、それもあるし、うん、それからその診断書を書いてもらうのにもお金がかかるからね。そうそう、だから彼らは変な話、診断サインするだけでお金が、うん、そうそうそう、うん、そうなんだよね。ある意味それを悪用してる医者いるね。いや、かなり多いと思う、うん、だから結構本当に僕も今ワンパーの一箇所のクリニックだけは昔から行ってて、ここは信用できるなと思ってね、ちゃんとした薬が出てくるから。他なんかもうさ、もう本当にさ、もうヒーヒー言ってんのにさ何日って、いや俺会社働いてないからもらシックリーブいらないしみたいなさ、向こうはえみたいな、書かなくていいのって、書かないと金になんねえじゃんみたいな感じで、まあその上にだからプライベートとねパブリックの病院があって、プライベートもね高いけどまあね、水準的にはいいから、そういう点ではね本当に住みやすいというか、だからまあここで大病になっても心配はないよね。だからよく中国住めばって言われるけど、やっぱりちょっとその病気万が一ね骨折ったにしてもさ、いや中国の病院行くでしょ、そうすると中国移動 VIP ルームとかあるんだよね、知ってる？もうそこまですごいんだよ俺中国移動の客だから、そこ座れるんだよ本当に本当に。しかも我々香港で払ってる金はさ中国人からしたらかなり払ってるよね。いや本当中国移動 VIP ルームが中国病院の中にあるってちょっと違和感しかないでしょ。駅とかはね前あったりとか、うん、新幹線の待ち合わせとか、ね、ああそう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 、うん、そうだよね、いろいろ面白いよ。いやまあだから本当香港はね、まあいろいろ言われてはいるけども、まあ住んでみないと分かんないし、こんなに面白いとかないなっていうね。だから昔の日本の秋葉原のガード下的なものが今でも残ってるというかね。そうだね。いやということで今もう1時間過ぎちゃったんだけど、本当は予定してたのはギャラクシー S21 ウルトラどうとか聞きたかったんだけど、あんまり語ってもらう時間がなくなっちゃったから、それはもう皆さん私の YouTube とか記事を見てください。あ、そうだね、山根さんの YouTube と YouTube のリンクをねこの概要欄に書いておくんで、ぜひそっちを見てもらうのがいいと思うんですよね。でちょっと、ここで
すいません、雰囲気を変えるために1曲ね、音楽を流したいと思います。約2分の音楽です。ダスティーデックスでゴールデンクレイツ。ということで1曲聴いていただきました。でね、今ね、山根博士から質問があって、この、ポッドキャストで音楽流すのはライセンスどうなってんのって聞かれて、もしかしたら私のこの、ポッドキャストを聞いていただいている方でも同じような疑問をお持ちの方もおられるかもしれないですけども、基本的にこの、私エピデミックサウンドっていうところを契約してて、1ヶ月でだいたい米ドルでね15ドルぐらい払う。そうすると例えば自分の持ってる YouTube チャンネルではいくら流してもいいですよっていう、そういうライセンスになってるんですね。でもう一つ、今回というか少し前から、今、ポッドキャストという形で流すようになったんですけども、そのポッドキャストの場合には RSS フィードを登録しておくと、そのエピデミックに登録しておくと、そこ経由で例えば Spotify とか、iTunes のポッドキャストとかに流してる分については、ワンライセンスとしてまた別途契約すれば流せるという、そういう形でね、やってます。ですから今その私的にはこの、音楽を流すという意味では、まあ、毎月30米ドルぐらいを、そのエピデミックに対して払ってるっていう、そんな感じですね。それでは前回、ボリューム3のポッドキャストに対していただいたコメントを紹介しますね。アジアンビューさん、わお、びっくりしました、ありがとうございます。いつもアジアンビューさんありがとうございました。この間も紹介したんですけど、アジアンビューさんはご自身で香港に住んでおられて、YouTube をアップしておられるんで、もし興味ある人はぜひ聞いてみてください。それから次はまた柴田さん、ありがとうございます。若い頃聞いていたラジオより面白いですね。いやー、ありがとうございます。当時のラジオとリスナーの関係よりかなり距離感が近いと思いますね。素敵な距離感、ありがとうございます。本当にね、密な関係でやっていきたいと思ってますんで、これからもよろしくお願いします。それから佐藤さんは、もう本当にお世話になりっぱなしで、日本からいろんな生活物資まで送っていただいているんですけど、佐藤さんから、私は Netflix のジャンル的には、
SF が多いですね。スタートレックディスカバリーが終わってしまいぽっかり穴が開いてしまいました。山根さんスタートレックファンだっけ確か。そうです、もうスタートレックマニア、まあ、今そうでもないですけどね。スタートレックと NFL とセサミで英語を勉強しましたなるほど。いやということで、私はスタートレック SF あんまり見てないんですけど、最近はね実はここ、この間まであの韓国のね初めて韓国ドラマデビューしまして、あのイテオンクラスっていうもうあの復讐劇みたいなんでちょっとあの見てると辛いこともあったんだけど、でもすごくあのいいドラマだったですね。もしあの韓国ドラマってね1話長いんですよ。1話が70分、それが16エピソードだったかな。とにかくそれを 全話見終わってすごくあの、その出てきた女の子のファンになってしまいました。その女の子もそうなんだけど、主人公のね、パクセロイっていうね主人公 めっちゃかっこよかったですね、韓国ドラマファンになってしまいましたね。それからね、中村さんまた今回もありがとうございます。あの前回あの先生って言わないでくださいって言ったのに対してあの中村さんがね、先生やはり先生です、いろいろと学ばせていただいておりますので先生です、いや学ぶなんてとんでもないです。体感も超えた土曜の夜明け前、小雪、ま、舞い出しそうな今ベッドの中でまったりとリラックスしたいひとときを過ごさせていただきました。今日はこの余韻を残してネットフリックスしますみんなネットフリックスハマってますね。次回もまた楽しみです。先生も良き週末を過ごしくださいと、まあ、先週末にいただきました、ありがとうございます。神戸ライフさん、放送内でコメントいただきありがとうございました。私は早速スマホ内のポッドキャストにも入れました。年代的 TJ さんの方がかなりお若いですが、いろいろな懐かしい話を同じ立場で楽しめるのがとても嬉しいです。今日の内容も多分あの神戸ライフさんドス V とかね、その辺は共通するところあると思うんですけど、地元が近いということでなんか妙な親近感を私も抱いてますけども、書いていただいたように今もうあのポッドキャスト、で、聞けるようになってますんで、もしあの皆さんも、ポッドあの YouTube じゃなくてねポッドキャストで聞きたいという方はぜひ、新しいもん好きで56年というキーワードであの検索していただくと、Spotify でも聞けると思いますし、 Apple の、iTunes でも聞けると思うんでぜひあの見てください。それから、柴田さん、TJ さんがホイアンに行った時参加したかったのを覚えています。 TJ さんの映像を見ていつか行ってみたい街になりました、うん、ホイアンはね本当いい街ですよ。ぜひねあのチャンスがあったらこのコロナが明けたら行ってみてください。それから、バスターさん、川村圭一さん、ルパン私も視聴しました。フィリピン版では日本語字幕がありましたが香港では日本語字幕なかったですかと言われて、実はその後話して前回の放送でそのネットフリックスのルパンが面白かったっていう話をして英語版ということを言ったんですけど、その後教えてもらって実は VPN で一回日本につないだら日本語字幕が選べるようになって、それから以降なんと、香港に普通につないで日本語の字幕が出るようになってもう一回見直しました。いやありがとうございます。ピーターさん1週間早いですねということで、またあの次のやつもお願いします。ドキ太郎さん、ホームであのコメントいただいたんですけども、僕も一昨年ホイアンに行き日本橋を見てきました。ダナンもホイアンも西洋人の観光客が多かったのが印象に残ってます。街も素敵でした。ホイアンに行こうと思ったきっかけとなったのは TJ さんの動画です。購入のきっかけもやありがとうございます。僕もホイアンの街をドローンで撮影したいと思い、マビックエアを持って行ったのですが、ダナン滞在中ホテルのビーチで撮影していた時強風などの影響もあり電池が切れてしまい、マビックエアはダナンの海の中へ旅立ってしまいました。いつかコロナが収まったならもう一度行ってリベンジしたいと考えています。次回の放送も楽しみにしていますと。いやそれは残念でした。あのベトナムはね結構あのドローン飛ばすのなんかうるさいとこもあるんですよね。だからあの注意してまた復習ぜひやってみてください。リベンジで飛ばしてみてくださいということでね、以上が、今回いただいたコメントでした、ということで山根さん最後までありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは最後に、もう一曲聴いていただいて、お別れとしたいと思います。リリーフューチャリングミーガン・ウォルフォード、
Next to Me アコースティックバージョンでお聴きください。それでは、また来週もよろしくお願いします。さようなら。Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. Oh.